ヤシ。ヤシ、ルーマニア語、ハンガリー語、ドイツ語、ブルガリア語、は、ルーマニア北東部、モルダビア地方の中央に位置する都市である。ルーマニア東部の主要都市の一つで、かつてのモルダビア公国の首都、ルーマニア第二の都市でもある。ヤッシーとも、ヤースバーシャールというのは、チャーンゴー人に好まれる言い方でもある。現在は、同名のヤシ県の県都である。 プルート川の主流場古い川、ノアゼに位置し、現在モルドバ共和国との国境となっている、プルート川までは8トルの位置にある。鉄道分岐点としても重要で、一つの路線は、キエフを経由して、モスクワへと至り、他の路線は、ブコビナを経て、リビウへと至る。ヤシに関する記述のある最古の文献は、1387年から1392年に、 この場所に死が立っていたというロシア語資料である。ルーマニアの資料では、アレクサンドル前行の時代の1408年である、ルーマニア語の文献は遅い。当時モルドバ公国の首都はスチャバであり、中心は北部にあった。モルドバを流星に導いた、シュテファン大公の時代、1457年から1504年には、館と付属教会も建てられたが、 その後の1565年に、アレクサンドル・ラプシュネアヌ号の時代に遷とされた。地は絶えずが愛敵の侵入を受けた。1538年、オスマン帝国のスルタンスレーマン一世の軍勢によってハイウソニキス。その後1577年、1616 16年、1650年、1686年、1821年と、オスマン軍。 クリミア韓国軍、ポーランド軍、コサックによる侵入を受け、破壊をこった。死が整備され始めたのは1827年の大化の後である。また、18世紀後半からは、東方問題の舞台ともなり、1792年には、ここで、ロット戦争の講和条約、ヤシ条約が締結されたが、その後も1828年1853年に、 ロシア軍に1854年にはオーストリア軍に占領された。第一次世界大戦中、一時首都がヤシに移された。第二次世界大戦ではヤシシイキシニョフ構成の戦場となった。政治的な悪条件にもかかわらず、中世以降モルダビア文化は独自の性格を強めていく。モルダビア制は16世紀後半にペトル公 の混流したガラタ修道院や、特に1639年に、バシレルプッコーが混流し、教会建築における、モルダビア様式の傑作と言われているトレイイラルヒ、教会によく現れているという。またバシレルプッコーは、1640年頃に、スラブ語とギリシア語による学校を創設し、また、モルダビア最小の印刷所も設立した。 18世紀から19世紀初めに、ファナリオットがモルダビアを支配する時代になると、ギリシア文化が優勢になり、ギリシアアカデミーが開かれるが、このような文化的伝統と背景の中から、クリゴレ・ウレケ・ミロン・コスティン、1633年から1691年のような年代記作者、ディミトリエ・カンテミール・公のような文人が出た。1821年、ヤシは、 ギリシアの独立を目指す秘密結社、フィリケーテリアによる放棄の根拠地となり、そのためにイエニチェリ軍による報復的な破壊を被った。しかし、それ以後に始まるモルダビアの近代化運動の指導的立場の人物もこの地で活躍した。モルダビアにおける近代教育の創始者、ゲオルゲアサキ、1840年の国民劇場の 創立に貢献した詩人バシゲ・アレクサンドリ、1848年における革命的な運動と、1859年のワラキアとの統一の指導的人物である歴史学者ミハイル・コガルニセアヌ、ルーマニア、コーアレクサンドリオアンクザなどである。1862年ブカレストが統一ドナウ公国の首都となりイ、コーヤ氏の政治的重要性は減退したが、 しかしなお19世紀末までは、ブカレストをしのぐルーマニアの文化運動の一大中心地であった。1860年、ブカレストのそれに先立って、ヤシ大学が創立された。また、文学協会、ジュニーメア、青年の活動には、評論家のキトマイオレスク、1840年から1917年、国民詩人と言われるミハイエミネスク、作家ヨン・クリアンが、 らが加わっていた。現在でも、市内の古峰公園はそこにある菩提寺の下で、エミネスコが試作にふけった場として、市民に人気がある。ヤシが近代的な都市の外観を備えるようになり、また、薬品、化学、機械、繊維をはじめとした、工業都市化が促進されるようになるのは、第二次世界大戦以後のことである。19世紀後半のヤシには、 43の聖教会の教会に対して58のシナゴーグがあったと言われ、非常に多数のユダヤ教徒が住んでいた。これらのユダヤ教徒の多くは18世紀以後にウクライナから移住してきたものであったが、特筆すべきはアブラム・ゴルト・ファーデンが1876年にこの地にヨーロッパ発の常設イディッシュ劇場、イディッシュ後によるイディッシュ演劇の劇場を設置し、 街の文化に特に活気を与えることとなった。ゴルトファーデンとその一座はワルシャワ・オデッサ・モスクワなどへも巡業し成功を収めた。だが20世紀初め以降、ユダヤ人迫害からアメリカへの移住が盛んになり、ゴルトファーデンらもそこで活躍した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。